ゆかしたポッドキャストへようこそ。ゆかしたポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆか,すゆかです。今週あったいいことはですね、昨日ずっと 欲しい、欲しくない、欲しい、欲しくないを迷っていた、ブックスパルマっていうやつ買いました。いえい買った、買った。<laughs> 買っちゃった。買っちゃいました。えー、まだ届いてないんですけれども、キンドルのスマホサイズバージョンみたいなね。感じで、なんかもう全然キンドル出ないですよね。アマゾンブランドの。はい。そう。キンドル一応持ってるんですけど、全然使ってなくて。あ、そう。 いつも Kindle アプリで iPhone か、まあ大きい雑誌とかだったら iPad Air とかで見たりしてたんですけど、うん、うん、まあ必要なのかと迫られたら別に必要じゃないけど欲しい。<laughs> はい。<laughs> ということで結構その e インクだからそこまでアディクティングじゃないっていうか,なんか中毒性が低いみたいな。うん だけどアンドロイドが入ってるから割と何でもできるうん、うん、なのでちょっとスクリーンタイムを減らせるんじゃないかなっていうのをちょっと期待してますあいいですねそうでもまあ SIM とか入ってないと思うんで基本はもう w i f i で使う感じだと思うんですがでもなんかお散歩とかだったらもうパルマだけ持ってオーディブルとか聴きながらとかポッドキャスト聴きながらとか うん、いけそうかなと思ってます。いや、楽しみですね。<laughs> ちょうどね、ゆかさんと昨日、ブックスのお話をしてて。<う>はい。私も、あの、バージキャストを聞いて、おじさんがめっちゃ熱弁してて、<laughs> あれなんかこれめっちゃ実はいいんじゃないって思って。<laughs> ね、欲しい欲しいかなどうかなって思ってたんですけど。ね。<laughs> でも、さひろさんさひろさんで、iPad <laughs> ミニ熱が今。はい。 あじゃあその話をさひろです、はい <laughs> えー、今週はですね、はい、まさしく iPad ミニ熱が、えー、再熱しまして <laughs> <ー> <laughs>、えー、実はですね先週から新しい業務をするようになってちょっと勉強しようかなと思って、えーまあ、オンラインの講座とかねちょっと見ながらこうカキカキしたいと思ってたんですけどあこれはもしかして iPad がいるんじゃないかみたいな。<laughs> <laughs> 感じになりです、ね、いややっぱりでも買うならミニがいいなと思っていてですねブックスの名前忘れちゃったんでしたっけノートの形なんかちょっと大きいうん、うん、結構大きいのありますよ、ね、そうですね結構大きいので、えー、とカラーのやつもあったりしてうん、うん、ペンも使えるみたいなペンも使えてそれと iPad ミニと, mini と昨日キンドルのスクライブでしたっけ あれも、はいはい、あれ、あれ、私その存在知らなくて、あ、こんなのあるんだと思って。<laughs> メモとキンドルだけしか入ってないけど、もしかしてそれでもいいんじゃないかとかね、いろいろ考えて、えー、考えている時間が楽しいっていう、<laughs> 今そういう感じですねで。あ、まだ結論は出てない。あ、多分、見に買おうかな。<laughs> 多分、と思ってます。<laughs> なんか意外にあのブックスの大きい、うん、 タブレットが結構高いんですよね。そうそう。っていうかパルマもまあまあいい値段っていうか、うんうん、あの大きさで。300ドルくらいうそう、300ドルくらいですね、税金とか入れたら。だから、日本だと5万とか。 お、結構いい値、ね、段、うん、す、ね、そうそうそう。大きいやつは、ペン使えるのとかだと、500度とかじゃないですかそうです。なんか、それだったら iPad 買えるじゃんってなっちゃいますよね。はい。そうなんです。新,新品で iPad mini が買えちゃうっていう。ね。感じですね。<laughs> ねうん、カラーやしいみっい。はい、まあ、あっちもカラーなんだけど、カラーがなんかすごい、濁ってるカラーですからね。いいな <laughs> ちょっとなんか、透明度低いみたいな。そうそうそう。<laughs> なんか、わらばんしに印刷したみたいな。<laughs> そうそうそう。<laughs> まあ、なんか、その質感が良かったりもするんでしょうけどね。でもまあ、目には優しいですもんね、いいインクだと。うん。まあ、ちょっと、iPad mini ね、新しいの今年中に出るかもという噂もありますけれども。ねそれもありますか、ね。はい。 ちょっと我慢しきれずに買ってしまうかもしれない。今日この頃です。今日この頃。いつポチってもおかしくない。<laughs> はい。あもう Amazon のカートに入ってます。<laughs> あ、入って <laughs> あとは、もう OK 押すだけ。はい。ですね。はい。じゃあもうこれが出る頃にはもうポチってかもしれませんね。<laughs> かもしれないです。はい、<laughs> はい。ということで、じゃあ今週もテックニュースやっていきましょう。2週間ぶりですね。ということで、いろいろと。 ニュースがございます。まず一つ目。925Mac です。Apple Vision Pro 安価バージョン。iPhone または Mac のテザリングが必要にブルームバーグのマーク・ガーマン氏によると、Vision Pro の安価バージョンは、Vision Pro に比べて視野が狭いとのことです。また、このヘッドセットは iPhone や Mac のテザリングが必要になる可能性があると述べています。 ということで、先週かななんか、その、マーク・ガーマンさんがまた、うん、あの、アップルが次に出すのは、アップルビジョンプロ2じゃなくて、なんか別の名前はわかりませんが、まあ、エアとか、そういう感じなのか、アップルビジョンなのかわかんないですけど、<laughs> <laughs> ビジョンプロじゃないラインのもっと安価バージョンを出すのではないかという予測をしていて、 で、それがなんかこう iPhone か Mac とつないでないと使えない可能性があるとのことです。早くて2025年の年末なんで来年の年末とかなんでまあまだまだ全然先ですけどね。これは Apple Vision Pro が単体で今は動く状態じゃないですか。その機能を減らすことでかなり減、うん 喧嘩を減らせるっていうこと <laughs> そうどうなんですかねうんまあでもそのチップを減らせんのかな今2個あるじゃないですかもうコンピューターみたいな感じだからそのコンピューター用のチップとなんか AR 用のチップみたいな感じのが入ってますよねビジョンプロってはいなのでそのコンピューター用のチップの部分を外出しするみたいな感じになるのかなねでも テザードっていうことは、ワイヤーありってことなのか、テザリングっていうとワイヤーなしだけどなんか、テザードっていうとワイヤーありっぽい言い方じゃないですか確かに、そうですね。じゃあ、ワイヤー、コードでつないで使うってことですかなんかあの、マジックバッテリーだけ、バッテリーパックがなくて、あ<ー>バッテリーも iPhone とか Mac から取るみたいな。 でもそれだったらそこもね、バッテリー分も減らしたりとかできるかもしれないですね。ああ、でもなんか、むしろそれでもいい気がしますよね。なんか、大体 Vision Pro 使うときって iPhone か Mac 近くにありませんうん。私あのバッテリーがもはや iPhone みたいな。iPhone とすごい似てる。<laughs> 重いけど。それをポケットに入れたりとかしなきゃいけないから。iPhone と繋いでポケットに入れるみたいな。 めちゃめちゃバッテリー食いそうですけどね。<laughs> そうですね。これまたでもあの、使える iPhone と Mac のチップが限られてきそうですよね。そう,そうですね。そういえば日本の発売がもう今週ですね。うんうん、えー、明日明日28日かなこの、ポッドキャストが出るときはもう出てるかもお。おー。楽しみですね。ね。どれぐらい売れるのか。 そうですね。日本のアップルストアも、ニューヨークみたいな感じで、イエーイーみたいな感じになる。のかな,、P、のかな <laughs> 誰か来たりするのかなそうですね。最初4カ国かなんかでしたよね。そうですよね。日本と中国と、なんか他に3カ国だと。うん、もしかしたら来るかもしれないですね。ね。どなあの、この前、マレーシアの初アップルストアがなんか開店してて、 そこに、リテールの VP っていうのかな ?SVP のデジレイさんが来てましたけど、そんな感じでデジレイさんが来たりとかあるかも。まあでもそこまで盛り上がるのか気になります。なんか YouTuber とかも買ってんのかななんか先行仕様って言うんですかうんうんうん。してる人はいましたよね。あの、ニ川ガワ。あ、ニさん <laughs> 見,見ました、さっき。はい。フィードに流れた。<laughs> うんうんうん。なんかそういう映画、 関係の人とか、そういう業界の人に見せたりしてるのかでもそういう人は別に Apple Store になんか朝早くから並んでとかやらないですもんね、きっと。<laughs> やらないと思う <laughs>、まあ。どんな盛り上がりになるのか楽しみですね。でもこの来年出るかもしれない安価バージョンはいくらぐらいにするのか気になりますね。いくらぐらいだったら皆さんが買いたいと思うのか。 でも、さすがに、こう、クエストレベルの値段にはできない気がするんですよね。えっと、クエストが今、いくらでしたっけ多分、7、8万とかじゃないですか。で、ビジョンプロが50万ですもんね。そう。<laughs> <laughs> 半額にしても高いなっていう感じでありますよね。そうなんですよね。2000ドルになっても30万。高い。<laughs> <laughs> という感じです。まぁ、あ、ちょっとまだまだ時間があるので、これからもまたたくさん噂とか出てくると思いますので、今後もチェックしていきたいと思います。次、ザバージです。Apple may delay AI features in the EU because of its big tech law.Apple DMA による EU での AI 新機能の展開が遅れる可能性を示唆。 アップルはデジタル市場法 DMA の規制により iPhone ミラーリングや Apple Intelligence など新 AI 機能の EU での展開が遅れる可能性があると示しています。最近 EU 厳しいですね。うん、厳しい。<laughs> DMA。そう、すでに iPhone ミラーリングとかはまだデベロッパーデータですけど、もう使えるようになってたみたいですね、最近。おお、あ、なんか見ました。フィードで。うん、うんうん。そう、私はまだね、 デベロッパーベータはいつもちょっと怖くて <laughs>。入れてないんですけど。特に Mac は。ダヴィンチとか使えなくなるとめちゃめちゃ困るので <laughs>。そう、iPad は入れたんですけど。<ー>そう、Mac はまだ入れてなくて。iPhone もちょっとバグると怖いから <laughs> 入れてなくて、ちょっと iPhone ミラーリング使ってないんですけど、まだ。でもまあ、今のところはみんな使えてるのかなまだこの、もうこの時点でも、 ブロックされてるのかわかんないですけど。でもすごく iPhone ミラーリングかなり、それを試してる人たちの中ではめちゃめちゃ評判良くて、めっちゃ便利みたいな。どういう用途の時に使うんでしょうなんか Mac で仕事とかしてて、iPhone でピンって通知が来たら、なんか開いちゃって、関係ないことしちゃうことめっちゃあるじゃないですか。なんかあ,あ、なんだっけみたいな。<laughs> ある <laughs> あ。何するために開いたんだっけ <laughs> <laughs> めっちゃよくあるけど、なんかこの、 マックの中で何かこう別のことをするみたいな感じじゃなくて、マックの中で続きでなんかやってまたすぐマックの作業に戻るみたいな感じでできるのがいいみたいな声を聞きました。いいですね。うん。寄り道しない感じですねそ。そうそう。なんかあとぶった切られる感じするじゃないですか。マックと iPhone でこう、<laughs> すごいコンテキストスイッチしなきゃいけないみたいな。お楽しみです。使ってみるの。 ね。いや、でもそれが EU では使えないと。<laughs> これはプライバシーとかセキュリティの問題でっていうことでね,ね。でもこれって基本的には、うん、あの、連携機能だから別に、何今までの,その、じゃサイドカーはいいのかとか、なんか、なんでこの iPhone ミラーリングだけダメなのかちょっとよくわかんないんですけど、別にクラウドに飛ばしてるとかじゃないのに。 謎で,で AIApple Intelligence の方も EU は使えないということです今のところあ,あとシェアプレイもダメなんだシェアプレイって新しい機能でしたっけシェアプレイってなんかシェアプレイのエクスパンデッドシェアプレイだから今までよりなんかさらにちょっと追加されたシェアプレイなのかなシェアプレイ自体は前からありましたもんねうんそうですよね あ、あれのことかなあの、誰かの iPhone とか iPad を操作してあげられるやつ。あ、あの使い方をお父さんとか教えてあげる。そう、お父さんとか教えてあげる。<laughs> そのおばあちゃんとか、わかんないってなったら、あ、もう貸してみたいなのをリモートでできる。<laughs> 確かにそれはちょっと、あれですね。あれはまあハッキング的な感じで使われるとよろしくないかもしれないですね。だけどまあ、そんな簡単にハッキングできないようになってるとは思うんですけど。<laughs> EU の人たちはどう思ってるんですかね ねえ、そうですよね。確か、スレッズも EU はだいぶ使えなかったし。あ、そうですよね。いろいろ遅れを取ってくるの。うん、そうですよね。ねえ。遅れを取っちゃうのは嫌ですよね。ですよね。じゃあ次も、Apple Intelligence ですが、925Mac です。Apple reportedly rejected partnership with Meta to bring its AI chatbot to iOS 18.Apple AI chatbot における Meta との提携を拒否。 ブルームバーグはアップルがメタの AI チャットボットを iOS に統合する提案を拒否したと報じました。これはアップルがメタのプライバシーポリシーに同意していないことが一つの理由と言われています。メタから俺も入れてくれよって言ったんですね。そうですね。あの、オープン AI とか Google と何やかんや提携話をしているときに、ね、メタも <laughs> 俺も俺もって言って言ったんだけど、<laughs> お前はダメや。<laughs> <laughs> が拒否られたという話です、ね。そうか。ラマですね。ラマを入れてくれって言ったんですね。なんか、それを聞くと、じゃあチャット GPT は委員会みたいなところが <laughs> <laughs> ありますよね, <laughs> ね。気になるんですけれども。まだ、Google との提携とか、OpenAI 以外との提携の発表はされてないですよね。されてないですよね。ででもなんで クレイグさんがあんなにグーグルの名前を出したんだろうっていうのが気になりますね <laughs> ねそうですよね名指しでね出、ね、ましたからね意外に出てこないはい <laughs> あれはもう本人から言ってる公式の場で言ってることだからなかなかのにわせ以上だと思うんですけど <laughs> ねそうですよね、はい、でもメタはもう入らない可能性が高そう、はい うん、まあでもちょっと何インスタとかフェイスブックの AI 問題のあるコンテンツをわざと引き出そうとすると結構出ちゃうみたいな問題があったじゃないですか。うんうん。そういうのとかもちょっとリスクですもんね。次の9分5分目で、alleged Apple Watch Series 10 schematics show larger 2-inch display, unchanged band a t t a c h m e n Apple Series 10ディスプレイが拡大 91モバイルズが公開した設計図によると今後発売されるアップルウォッチシリーズ10ではウルトラの1.93インチディスプレイよりもさらに大きい2インチディスプレイが搭載されているとのことです。あとバンドもデザインが変わらないと。結構毎回なんかバンドが変わるんじゃないか説みたいなのが出てきますけど。ありますよね。でもエコ的に変わらない方がいいですよね。そうですよね。もうすごい たくさんのサードパーティーバンド出てますからね。一気に変わると結構激震になるので、相当じゃないと変えないと思ってたんですけど、このシリーズ10というか、今シリーズ9だから、今年が10周年みたいな感じで結構こう大きいマイルストーンだから、その時に変えるかもね、みたいなことが。 言われてましたけど。まあ買えないなら変わらない方が嬉しいかな。<laughs> 買えないでほしい。<laughs> ね、でも、同じサイズっていうか、このバンドの部分は変わんないけど、ディスプレイの部分が大きくなって、ベゼルの部分が小さくなるっていう感じですね。ウルトラより大きいって、ウルトラ、ね、持ってないですけど、結構大きいんじゃないでしょうか、うん。ウルトラ結構大きいですよ。けどまあ、そのも,ものというか、 ウルトラ自体がちょっとこう大きい感じがするから。あ、ごついですもんね。ごつい感じね。うんうん、でも普通のアップルウォッチでベゼルがもっと細くなってっていうことだったら別にいいんじゃないですかね。毎年ベゼルがどんどん小さくなって。で、毎回あの、こんがらがるのがこの何ミリっていう言い方がなんかサイズ同じなのに変わるじゃないですか。 あれさ、もう、大小にしてほしいんだけど。分自,分自分は何を、どっちの思ってたんだっけみたいなそ。そう。私はいつもなんか、大きい方ですとか言う,いう言い方にしてるんですけど。だって今年の4 9ミリは来年の小さい方かもしれないし、今年は大きい方かもしれないとか、なんかすごい、わかりにくいですよね。うん、わかりづらい。いや、アップルウォッチも。 楽しみです。そろそろもう9月が意外にもうすぐなので <laughs>、はい、毎回言ってます。てかもう、もうすぐ6月終わりですよ。はい、もう半分今年終わります。は早い。怖い怖い。<laughs> だからもうそろそろケースメーカーの人とかね、それこそバンドメーカーの人たちは作り始めたりしているはずなので、はい、ちょっとパロッと。 ポロリっていろいろ情報が出てくることが <laughs> 多くなるような気がします。次。Apple TV Plus Subscribers will get early access to the company's latest original podcast.Apple TV Plus でプレミアムポッドキャストに早期アクセス。Apple は Apple TV Plus の加入者向けにプレミアムポッドキャストを先行公開すると発表しました。初の二言語ポッドキャスト MyDevil が7月1日から視聴可能になります。これは英語とスペイン語で聞くことができる。 切り替える感じななのかなどうなんでしょうねそのなんか途中でいきなり英語からスペイン語にとかできるんですかねそういう感じじゃないのかな、ね、あのバイリンガルニュースみたいにごっちゃ混ぜなのかそれとも副音声みたいに同じ内容をこう完全に英語バージョンと完全にスペイン語バージョンが多分そっちっぽいですよねそっちっぽいですかね <laughs> まあ AppleTV+ プラス的なコンテンツなの だった一応なんか内容はメキシコの歌手の人についての、うん、ポッドキャストらしいですねおおホワン・ガブリエルさんその人の話をジャーナリストの人が語るみたいなそうみたいですねえそれが1本しかないの,その早期アクセスはと最初はね2本2エピソードにアクセスできるらしいです で全部で8エピソードあるそうですねあでも「マイディーを」っていう番組だけうん、うん、あ多分そうだと思います最初はそうなんですねはいなんでそんなポッドキャストを TV+ プラスでやるんですね不思議な動きでございます <laughs> ねだってポッドキャストアプリ別にあるの <laughs> そうそうそう <laughs> なんかまあこっからまた別のコンテンツに 移っていくみたいなのもあるかもしれないですねでそういえばあの iOS18 で言語切り替えてキーボードに紐付いてるじゃないですか入力ってだから英語のキーボードで書いてるときは英語のスペルチェックがされてスペイン語に切り替えてスペイン語でタイプしてるとスペイン語のスペルチェックがされると思うんですけど iOS18 ではごっちゃ混ぜに英語の中にスペイン語を書いても スペルチェックされない、されないというか、そのままスルーしてくれるらしくて、結構その、バイリンガルの人ってごちゃ混ぜに、私たちだけじゃなくて <laughs>、スペイン語、英語、両方話す人とかもすごいごちゃ混ぜにして書いたりとかすると思うんですけど、友達とか家族に。なんかそれが、あの、いちいちオートコレクトされなくなったりするっていうことみたいなんで、なんかやっぱ、英語、スペイン語のこの組み合わせってやっぱり、 アメリカには特にね、めちゃくちゃ多いので、その辺の層を狙っているんですかね。いや、英語と日本語ごちゃ混ぜの人口は少なすぎて、一生考慮してもらえない気がする。<laughs> マニュアルでやってくださいっ、ね、て。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの、もう AI もわかりませんみたいな。<laughs> 次。メタ、スレッズをフェリバースとより深く連携させる。 メタはスレッズで他の統合ソーシャルメディアプラットフォームに表示されるスレッズ投稿へのいいねや返信の閲覧が可能になると発表しましたまたスレッズのフェディバース投稿が100か国以上で利用可能になることも明らかにされましたこれ日本も最近だったんですかね日本は多分入ってたんじゃないかなないあここに当初はアメリカカナダ日本の提供だったらしいんだ てたっぽいですな、ね、なるほどなるほほどど、うん、このフェディバースの機能私は全然使ってないんですけどユさんは使われてますか私は一応オンにずっとしてて可能になってからでもこの前このニュースが出てからあれそういえばフェディバースってどうなってんのと思って <laughs> <laughs> マストドンで検索して自分のアカウントスレッズアカウントを見つけました じゃあなるほど今はじゃそれに加えて「いいね」とかするとマストドンで「いいね」するとスレッズ上でその「いいね」が見れる状態になったっていうことでいいのかなそう今までは「いいね」とかされるとい「フェディバース」で「いいね」されましたっていうふうに出てくるけどうん、うん、とか「リプライが来ました」とか出てくるけどその内容は見れなかったし誰が「いいね」したかとか見れなかったけどだからそれも見えるようになったっていうことですね。 ただそのいいね、私多分、フェディバースでされたの一回ぐらいしかないから。そう, <laughs> そう。なんかその通知が来た時に、おうこういう風に見るんだって思ったんですけど、<ー>この変更がされてからまだ、誰からもフェディバースではいいねされてないし、返信も来てないから、この通知をまだ見れてないんですが。皆さん、<う>フェディバースからいいね、お願いします。フェディバースからこんにちは。<laughs> <laughs> まあでもね自分でもできますからねマァストドンから自分できるし皆さんは今 X 以外は何を使ってるんですかね結局ブルースカイが一瞬日本で流行ったけどあそうですねどうなったんだろうどうなんでしょうスレッツは結構なんか著名人がもう大体入ってきてるイメージありますよねあアメリカですか日本もあアメリカあ日本は分かんないけど <laughs> どうだろううん。うん、ね,ね。日本はどうなんですかそうですね。アメリカでは結構ブランドとかもみんな参入してるっぽい。うん。ですよね。日本はどうなんだろう。ちなみにそのフェディバースでその自分のアカウントはマストドンでは見つけられたけどブルースカイでどうやって見つけるか分かんなくて <laughs> 見つけられなかった <laughs>。ブルースカイも 見つけられる仕様なはずですよねですよね。だって同じはずだと思うんだけど。うん。ね。なんか多分、アットをつけたりつけなかったりみたいな、そういう違いなのか。ちょっと書き方のテンプレが分かんなくて。マストドンだと、アットで、その、スレッズのユーザーネームで、アット、スレッ e n e t かな。アットが2回必要なんですよね。えー、あ あ、そうなんだ。あそう変ですよね。<laughs> え、それフェディバースルールなんですかわかんない。フェディバースルールなのかなと思ったら、その同じやり方だと、ブルースカイではできなかったし。あそうなんだ。えー。そう、ちょっとね、よくわかってないです。フェディバース。<laughs> 次。Motorola's 2024 Razer phones are ready to make a splash. モトローラの折りたたみスマホ2024レーザー大ヒットの予感。モトローラの折りたたみスマホ2024レーザーはスクリーンのアップグレードに加え完全な耐水性を実現しており、さらに価格も据え置きになっています。なんかモトローラが最近なんか頑張ってますね<ー>。<laughs> モトローラーいいですよね。結構何回かビィーカスタポッドキャストにも登場してきている気がするんですが、これもう完全にサムスンの とフリップ風でですすよねねそう折りたたみで折りたたむとほぼ四角になってで外側がすごいもうなんかほぼ全部画面みたいな感じになってます色味がねめっちゃかわいくないですかうんなんかこのなんかオレンジとかあそうそうオレンジとかこのグリーンとかちょっとなんかすごいヨーロッパっぽい <laughs> っていうかああ何かトーンがねちょっと いい感じですよねねかわいい999ドルちょっと高い気がするけどそんなもんなのかなああ確かサムスンと同じぐらいなのかなああ、ね、そうですね多分そんぐらいじゃないですかねウォーターレジステンスが IPX8 フルーレジスタンスだからもう完全にバシャンって潜って大丈夫みたいな。 いいですね。いいけど、夏しかその仕様はちょっと使えないんだけど、<laughs> <laughs> プールサイドとかでねか、なんかいい感じに映えますよす、ね、っていう感じですかね。<laughs> <laughs> 映えますよっいうパカパカってやはい。カメラはカメラ50メガピクセルですよ。お<ー>メインカメラ。これがメインカメラか。で内側は 側のカメラもあるんですかこっち側あると思うけど書いてないかもああですねうんうん、うん、多分2つ外についてて1個が50メガピクセルのメインでもう1つのウルトラワイドが13メガピクセルうん、うん、まあ買わないけど買いはしないがちょっとレーザーレーザーちゃんやちょっとモトローラが気になるうんですねおしゃれですよねねうんうん でも前回はあれですよね。あの、ああ腕は、腕はフォンみたいな。あれはいらないかな。<laughs> あれはいらないけど。なんかいろいろ新しいことやってていいですね。はい、ですね。面白い。あとそうだ、なんか AI 機能みたいなのも入ってるらしくて。なんかペイアテンションって言うと、そのまま会話を録音して、書き起こして、サマリー作ってくれるらしいですよ。それ言わない、なんか別の言い方でもいいのかな変えれるのかな 帰れないのかなあ,あ、どうなんだろう。ペ <laughs> アテンション。<laughs> あと、リメンバーですっていうと、その今、スクリーンに映ってるものを、なんか記録してくれるあ、それスクショと違うんかっていう。ああ。スクショ撮ってくれるくれだけスクショっぽいですよね。<laughs> あ、<laughs> そうか、スクショプラス、多分その文章とかも一緒にキャプチャーしてくれるから。あ まあリンクとかがあったらそこに。あとか後で検索したりとかできるのかな。うー,うーん、なるほどね。イカスタではニュースレターをやっております。おそらく今月分はもうすぐ、もうこのポッドキャストが出たら結構すぐに送っちゃうかもしれません。うん、ぜひまだ登録されてない方は概要欄のリンクから登録していただけると嬉しいです。毎月、できるだけ月末に皆さんにその月にあったこととか、私が考えたこととか、 ちょっとプチエッセイみたいなのをつけてお送りしています。ぜひよろしくお願いします。あと、ゆかすたのコミュニティもあります。こちらは YouTube のメンバーシップ経由で入れるコミュニティで、活動の場所は主に Discord を使って、平日毎日朝と夜黙々会をしたりとか、いろいろなイベントをやったりとか、楽しく活動しているので、そちらもぜひチェックしてください。最近ね、新しいバッジを ちょっと追加というかリニューアルしましてあのメンバーの方が私の動画にコメントしてくれるとその名前の横にすごく可愛いバッジがついて今までもついていたんですけどそれがちょっとリニューアルしてさらに可愛くなりましたのでぜひそちらも <laughs> よかったらチェックしてくださいはい以上ですじゃあ今日の小ネタいきますかはい行きましょう今日はレコです うん、ゆかさんはレゴで遊びましたでしょうかちっちゃい頃レゴ大好きですおーあいいですねじゃあ今日のトピックはぴったりかもしれない <laughs> <laughs> 今日は月とレゴのネタなんですけど<う>レゴと ESA って欧州宇宙機関の研究検証でですね月面基地とかを建設する時に使うためのブロック 月だからねあのコンクリートとかないじゃないですか <laughs>、うん、それを何とか月の資源を使って基地を作りたいということで、まあ、それが目的でレゴとこの ESA が共同してレゴ型の月ブロックっていうのを 3D でプリントして開発しました、えー、でこれねあの本当だったら、えっと、月面にある 月,月のかすっていうかレゴリスっていうらしいんですけどそれが月を覆ってるらしいんですね。でレゴリスで本当は開発したかったんだけどレゴリスを持ってる人っていうか国はですねめっちゃ少なくて、うん、アポロの計画で収集してきたレゴリスとあと多分中国が前に一回持ってきたのと多分この前なんか月の裏から レゴリスを持ってくるみたいな話がどこかであったと思うんですけどそれぐらいしかなくてまあ要は素材がないのでね地球上で作るには今回何で作ったかというと隕石ののをを使っってここププロトタイプを作ったとということですね一応ねあのレゴの,あのブロック状の形をしててポコ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 ってくぼみっていうか凹凸があると感じでちゃんと重ねて。 えとクラッチっていうのかなこうカチャッとできるように作られています。うん、で将来的に今後ねあのアルテミス計画とかアメリカでありますけどそれとかにもしかしたら使われるかもしれないねっていう感じなんですけどもし実物を見たい人がいらっしゃったら、えー、レゴのストアで見れますということで。すごい。 なんか欧米ばっかりですね,そうですねニューヨークにもありますよニューヨーヨクにあるんですよ残念ながら、ね、テキサスはなかったんですけどニューヨークにあるので、ね、ぜひゆかさんもしフィフス・ワベニューに,に行くことがあれば6月の24日から9月の20日まで多分これ。 周回するんじゃないかな。<ー>もしかしたらずっとそこにあるて思った。なんかこんなにいっぱい読んだ。<laughs> <laughs> えっとね、十五個って書いてあった気がする。へ<ー>15個がディスプレイされるらしいので。そそれが世界、まあ欧米を中心に。展示されるということで。 はい、なんかこれ見て将来月に住むことになったらレゴの家に住むことになるのか<笑><笑>自分でこれ作るのかな <laughs> そうそうでもレゴって結構あのシティバージョンとかあるじゃないですかエッフェル塔とかはいはいなんか日本の寺とかああいうの作れるから結構可能性は無限大だなって思ってこのニュースを見てましたへえこの一つのブロックは、はい 普通のレゴと同じぐらいのサイズなのかな、うん、多分もっとでかいと思う。ちょっとこのサイズ感がよくわかんないんですけど、この。これこのあ、このサイこの多分、プロトタイプはちっちゃいと思うんですけど、うん、実際に建設するとなると多分もっと大きくないと一生終わんなそうですよね。よね <laughs> めっちゃ罰ゲームみたいな。そうそうそう。アップル TV の何でしたっけ えっと、ま、ドラマ。オールマンカインド。あ,あ、オール、ーオールマンカインドみたいにね、そう、外の世界でひたすら重労働させられる人たちが、こう、レゴを積んでいくみたいな、<laughs> <laughs> すごいシュールな絵ができちゃうから、多分、多分もうちょっと大きいと思う。<laughs> せめて、レンガぐらいのサイズがいいです、ねあ。そうですね。でも、この、実際に作るのは月、月というか月面で作って、インプットみたいなところに砂を集めてきて、ここにバサーって入れるのかな でアウトトプットはレゴが出てくるこのレゴリスを使って多分作ったことないので人類誰もそ,かそれがどうなるのかちょっと分かんないですけどもしかしたら 3D プリンターとかを実際に持っていってなんかこう向こうであでもそれでもまたコストかかりますもんね要はその地球と月間を行き来する。 時間とお金がもっったいないっていいななてうかか足りらまあそうですよねまあでもそのなんだろうコンクリートを地球から持っていくのはちょっとアホらしいというか重いけど 3D プリンターを持っていったら、まあ、それも重いけど素材は向こうにあるものを使えるから一回持ってっちゃえば、ね、まあ壊れない限り無限に作れるみたいな、はい、<laughs> 面白いいいやこれなんか楽しみだなって 思いまましたいいです夢、ね、夢ががあありるそして最後に87%のジェン・アルファが宇宙に興味を持っているということでね素晴らしいですねいいですね、はい、ジェン・アルファって何もう2010年生まれみたいな <laughs> え子供じゃないですかまだ子供ですよね <laughs> 今の小学生とかあぐらいですねこの写真見るとちょっと小学生っぽい感じですもんねうん、うん 以上ですすはいいありがとうございます私レゴって言った時に別のニュースが来るかと思いましたえあ何かありましたっけニュースレゴの <laughs> なてくるかねレゴを投資に使った人みたいなの見ました 2> え2年で 500k ドルだからまあ7000万ぐらい儲かったみたいな 人のニュースが出てきた。レゴの、本んもんのレゴの株に投資したってことですか、うん、え、株じゃなくて多分レゴのキットを買ったんじゃないの <laughs> あ違うあ、<laughs> ううあ、そうそう。<laughs> あの、多分すごいプレミアがついてる。そういうこと。おレアなレゴキットを買って、売る。めっちゃ箱持ってますね。ね。で、大体株だと8%ぐらいしか儲かんないけど、 レゴは11だから株 <laughs> いい株を買うよりレゴ買った方がええわっつってえー、レゴ買ったらしいですおお<ー>これは良い子は真似しない方がいいかもないますが <laughs> ですね <laughs> はいなんか大人の遊びですね,ね この話かなと思ったら、もっと <laughs> 素敵な話だった。壮大な話だった。壮 <laughs> 大なだある話だ。そう。よかった。<laughs> はい、はい。よかったよかった。<laughs> <laughs> はい。そんな感じです。小ネタの小ネタでした。ということで、今週もイカスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で、皆さんが一番気になるトピック何でしたかぜひコメント欄で教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。